クライミング敷土形クレーンと、それに取り付けられたカウンターウェイトカウンターウェイトとは、釣り合いを取るための重りである。カウンターウェイトは、エレベーターやクレーン、油圧ショベルなど、各式械装置に用いられる。重心から離れた位置に荷重がかかった時に、重心の移動が許容範囲内に収まり、装置が安定するようにする。エレベーターやクレーンなどには専用の重りを取り付けて、 カウンターウェイトにする場合が多いが、フォークリフトがエンジンや電池等の動力源をカウンターウェイトとして用いているように、特別な重りを使わず、構造的な工夫によって役割を担っている場合もある。トレビューセットには、主に5つの部位から構成される。両、カウンターウェイト、フレーム、ガイドシュート、ツリー鎖である。カウンターウェイトが下がるときに、 針が回転して運動エネルギーを投擲物に与える針はしなってはならない。カウンターウェイトは回転の変動を減らすために多くの回転装置に用いられている。典型的な例としてピストンエンジンのクランクシャフトについているものが挙げられる。いくつかのランプには照明の角度を維持するためのカウンターウェイトが取り付けられている。軍艦や戦車の砲塔は 当初はおおよそ円形に近かったが、砲の強大化と全面装甲が厚くなったことで重心が前方に偏りがちになり、旋回を妨げないよう、ターレットリングにかかる重量を均一にするために、砲塔後部にカウンターウェイトを兼ねたバスルと呼ばれる張り出しを設けるようになった。砲、装甲とも強大な戦艦や主力戦車の砲塔は、バランスを取るためバスルも大型になりやすい。 バスル内部は装填作業スペースや断層などに有効活用されるが、後から方や走行の強化回収を行ったものでは、増加走行を兼ねた単なるエイトを溶接していることもある。ありがとうございます。